怪獣ではありません、群獣です。ネズラは牛ほどの大きいネズミの大群が東京都に襲来するという話。これは我が社の大ヒット作になるぞ。ドブネズミで行ってみよう。スタッフはガスマスクをつけて撮影しています。ネズラと死闘を繰り広げるマンモスネズラの登場。映画予期しみたいなのはとうに過ぎてるわけだしさ。撮影